蒲田が世界の中心だって確実に言ったやつがいるんですよ、高校時代の友達の。え、今僕がその気持ちでいますから。そんくらいのインパクトのあるあの場所なんです、この中心地が。大田区の中心である蒲田、ここの特にこの都市開発でバブルの時代にこのできたモニュメント上昇気流と誰がコラボを考えるかっていうセンターに置いたっていうことで、そこから発せられる光が360度全てに放射されるっていうことを考えたということにしときましょう。やっぱり蒲田って元気があるんだなと思って、蒲田リアクター計画、いろいろな訳し方があると思うんですけど、前向きな訳し方でいいかなと、まあ、いろんな角度からいろんな解釈ができるような、そういうことを考えました。光を動かすことによって影が動いて、全てが360度全てに影響を及ぼすっていうところが今面白い国で、新しい扉を開けていければと、それが特殊照明作家の仕事だと今は思って、コラボの可能性とか、そういうあれとでもコラボできるし、建物でもそういう物体ともコラボもできるし、元彫刻家の特殊照明家っていう肩書にしたんですけれども、この人の流れとこの上昇気流のコンセプトも再確認できて、すごく有意義な日々でした。いろんな意味での僕の作家人生も全てここに今、この今一瞬この点に集約できたような気もします。それがセンターに対する解釈です、僕の。